はい。天使はシャカです、えー。今日はですね、あの、才能と言われるものをですね、なんでやっと上ップならないと、なんでこ,こっから、あの、いつもこのこの、この壁がなんかこう自分に立ち、立ちはだかるんだとかね。 えー、そういうことについてね、そのまず、あくまでもその一旦ですね、えー、一旦についてちょっとね、お話ししていきたいと思いますね。えー、っと、で、あの、ちなみに私のことについてね、ちょっとお話しさせてくださいね。私はあの、まあ、あの、えー、テニス雑誌のスマッシュさんとか TD さんで、まああの、技術解説、その他、あの、えー、っと、世界中のね、テニスの事情とかを世界中回ってたので、あの、テニス事情を、えー、っと、テニスジャーナルさんという雑誌の方で掲載するとか、 そういう活動させてもらったりとか、あと、あの、え、留学授業なの、なんかで、日本のあの、えっ、ー、と、テニス選手を海外のね、高校とか、そういうアカデミーに入れていくというふうな授業をやっておりました。で、あの、それ以外には、 あのいろんなのジュニアを育成して、まあ、あのプロになった選手日本一になった選手なしの選手と、えー、いうことがいらっしゃるので、あのーまあ、失敗した例、あのー、成功した例を多く見たので、えー、それについてちょっと,、ねえー、と皆さんの指針になればということでお話しさせていただきます,す、ねえー。ということで今日はですね、まあ、才能のがあるなしというふうな中であのどうもこう伸,び伸,びあの伸び悩むな,な,なんかこう動きがおかしいとかね あのー、そういうふうなあのものっていたら何なのっていうね、まあ、まず体の中の機能的なところか見ていくっていうことをねちょっとお話したいと思うんですねでもはっきりって体の機能面から、あのー、もうチェックしていかないとあの特にうちプライベート受ける時によくインボディとか、まあ、成長曲線とかそういうデータだけ出してもらうんだけど、あのー、単なる打ち方見てどうのこうの判断するんじゃなくてまずデータに基づいたっていうものを考えていかなきゃいけないんじゃないのっていうことがまず一つなんですよね。 で、ちょっと話変わるんだけど、あるね、えっ、ー、と、強豪校のね、えっ、ー、と、ちょっと選手の話を聞きまして、えっ、ー、と、まあ、その選手のちょっと動画もね、なんかちょっと見させてもらったんですけど、あの、なんかね、あの、どうですかね、こう、こう、一応そこのエースらしいんですけど、なんか動きが悪いんですよ。なんかね、これなんか、これ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 のぞのぞ、のそのその、その、そしてるんですよね。でもそれでも強いんだよね。 であの何なんだろうねっていう話を聞いて私もピンときたんだけどあ骨盤かなり後傾してるよねっていう話してでおそらくその子がその体がその骨の,この、まあ、骨盤が後傾してると姿勢も悪い動きも悪いのになんで勝ってるのかなっていうことを分析した場合、えー、おそらくまあ棒との距離感定位能力とボの扱い識別能力が多分優れてるからそこほどフォローしてるんだろうなと思うのね。 だからまあ強いんだと思うんですよ。ところがやっぱりある程度レベルが上になってくると多分もうこの子は頭持ちになるなっていうのが大体想像つくんですね。だってそれ以上ボールに対して出力とかその動きを速くするってことができないんですよ。おそらく筋トレかなんかとかしてスピードトレーニング始めたら多分怪我するなっていうのがもう大体想像ついてきたんでね。あの、まあそれがなんでかっていうことをちょっとお話ちょっとしていきたいと思うんですね。 であのまず体の内部の前、本当に、ねまあ、あくまでも日話すのはほんの,の一部だから、あの一部なのね、まず体の機能をまず分析していかないとダメっていうことの一つね、ちょっとこの動画を見てみてください。これが良い姿勢ですね、背筋がまっすぐしています。これが悪い姿勢、骨盤、お尻の部分見てください。骨盤が傾くと背中が丸まるんですね。 このジュニアは姿勢がいいのでいいんですけども、まあわざとこういうね、いい例と悪い例をやってもらってますが、骨盤をこう後ろに傾けると背中というのはだんだん曲がっていくという風なリズムになります。あくまでも極端にやってもらってますが、この姿勢が日常というジュニアがいたりするんですね。正しい姿勢で歩けば非常にスムーズに歩けますが、これも極端な例ですが、歩き方がなんかチンパンジーのようですよね。これで走ったら、 早く走れるでしょうかこれがなんか動きがおかしいな、走り方がおかしいな、ということの正体です。動きが悪いから才能がないとか、生まれつきのものとか、というものではないんですよ。これが体の中のリズム能力、動体操作というものですね。リズム能力が物まの上手さと比例すると言われますが、姿勢と関連してるんですね。この動きだと、いろんな技術がスムーズに習得できるのがわかりますか この動きの選手にいろんな技術を教えると、どんな形になるか想像つきますよね。えっと、いかがでしょうか。あの、骨盤っていうのは骨盤、あの、骨盤腰椎リズムってあって、こう、体の中のこうリズムがあるんですよね。で、その中で骨盤がこう、後傾すると、背中もこう、丸々というふうな感じですね。でも今回、 えとそのある学校のエースの子っていうのはもう骨盤が後傾してあのあのえ胸椎がこうこう曲がっちゃってもうこ,こんな状態でこうテニスをしてるんですよねで動き方もこのなんかチンパンジーが動くようなこう動き、まあ、あれは極端でやってるんだけどそんな感じなので、まあ、それでも、ねまあ、まあ中学生ぐらいの,あのボールだったらまあ追いつくからいいんだろうけど,あのもうわけやけど動きおかしいんですよ。 ね、なのでそういうところっていうのは、まあ、体の中で何が起こってるかっていうと、まあ、その骨盤と,と腰椎の,のリズムの部分ですねそこから姿勢に問題があるっていうのが大体こう分かるので、あのー、そうするとこう体旋回できないですねだって背中丸めた状態で体も回るってこう回らないでしょで骨盤立ててこうしっかりこう骨盤が立つと背中もまっすぐこうなるのねそうするとこう体ってこう回るになるんだけどもうすごいあの体の中で規制がこう起きてるから。 だからまずそこをちょっと修正しないと多分厳しいんだろうなっていうのがあるんですよね。で、あのだからこう打ち方が悪いとか、でこんな状態ね、こんなのすのす動いてるような状態で、例えばあの足が遅いからでダッシュなんかしようもんなら、もうけがしそうなのも,もう分かるでしょ、極端に言えば。だから根本をまず、なんていうのかな。 解決しないと難しいなと思うんですよね。なかよく、その、なんだね、あの、まあ、見かけのね、もっとこうすればうまくなるよとか、そんなレベルじゃもうなくなってきてるっていうことですよね。で、あの、一つまたこれ大きな問題があって、じゃあ姿勢を良くすればいいのかっていう、そういう問題じゃないんですよね。で、あの、脳はこの姿勢が悪い時の運動を覚えてるんですよ。ということは、全部運動会を書き換えなきゃいけないんですね。 大変でしょ。だから、もう中学のもう高校、もうまあ中学とは高校で、もうこの姿勢がこんな状態になってて、まあ一応勝ってるけどっていう子になってくると、姿勢をこう戻すと、じゃあそれが、あの、またこうね、戻ってきたりとか、でその動きが、例えば柔軟もそうね、例えば柔軟したいから、例えばから体がこうねじれる、ねじれない子いるんですよ、体がね、実際ね。 最近近年たくさんいたんだけどじゃあねじれない子っていうのはこうねじれない動きを脳は覚えてるからだからここを例えばねじれるように作ったとしてももう一回あの脳に脳の書き換えをしなきゃいけないのねそこがすごく大変なのだからあのできたらあともう幼児期ね例えばもう低学年の時期とかそういう時にはもう姿勢はちゃんとこう直しとかないと厳しいよっていうね なの,なので中学ぐらいになって一応ねだからこんな姿勢でね一応勝てることは勝てるよそのボートの距離感とそのボールの扱いさえなんとかすればねでもあのなん言かねそっからもうじゃあスピードアップしていく時点でもう 無理なの分かるでしょはっっきり言ってねもうこの状態でもうすいません申し訳ないですあのご愁傷様でしたってこうなりますまあ中にはねもっと苦くなったら強くなるよみたいなあのこと言うかもしんないけどだ体の中がそうなってんだもんねでもこれって才能じゃないよねっていうねあの結局それから伸びないと何て言うんですかねあの才能という才能がないとかっていう風なこうな言い訳にしちゃうのかもしんないけど多分原因はあるのね。 だから多くが才能がないのかなと思ってる部分っていうのをじゃあ調べていけばいあの意外と今のもうスポーツ科学とかそは進んでるから原因って分かってきて解決するところって結構こう見えてきてるのねなのでまず体の機能を分析しようという、まあまあ、下の方にも一応何て言うか、ね、あのその資料とか出しておきますけど。 えっと、多くが、その表向きのこのフォームとかなんとかっていう風なことから修正を始めていくか、練習を始めていくから、根本を見てないので、そこから伸び悩みがこう多く出てるというね、えー、そういうことなんですね。で、うまくいかなかったら、これ才能のせいですよね。才能がないんだみたいな。 そんなとこは全然ないの最初からこあのチェックすればなんとかなるので、ね、だからうちなんかでも一番最初にこの姿勢か何か全部チェックして問題点がないかをやるのねで多くは例えば今回の骨盤のリズムに関してなんだけど骨盤をちゃんと立てればよくなんからじゃあ立てればいいんだと思うかもしれないけどそう簡単にいかないの例えばあの。 なんか姿勢ではねじゃあちゃんとまっすぐしてねって言ったらまっすぐなるんだけど実際動作になるとそのら骨盤キュッと後傾ここしちゃおうとする子がっているからもうそこでもう動作がもうなんていうか姿勢限こうされちゃってるのねそれがやっぱり動きの中で痛いとこでポッポッポッと出る出たりとかしたりするからあの厳しいようなそうなってくるともうちょっと私の範疇では分かんないのでトレーナーに振ったりとかなんとかしていろいろやるんだけど。 ななんていうのかな、まあ、ここだけでは答えて出せないのねやっぱりこうあの専門のただ医療の人とかにもご協力を願わなきゃいけない場合もあったりとかしたりするのでねなかなかそう簡単にはいかなかったですよだからあのもう私が手が伸えない場合に関してはもうそのトレーナーとか医療者の方に相談してちょっとこの子のこの部分をどうなんとかしてくれませんかっていうふうにお願いしたりするもんね。 あの以前にもあったんだけど大阪のねもう100位ぐらいの子でまあ骨盤後傾しちゃってるって動き遅いよねとかって言っててでまあその時にまあその子をちょっと見たんだけどもう明らかにも骨盤後傾しちゃってるからここから修正してなんとかやろうってやったんだけどああ10何位ぐらいまで上がりましたもんねランチングボーン。 ね、あのちゃんとなんかのあの真摯に受け止めてくれてやっぱりやってるところっていうよくなったけどそうじゃないところとかすぐフォームとか打ち方とかに走る人っていうのはまあ多分厳しくなるだろうなというのが分かるの、ね、でまず体の機能をね体の中をチェックしましょうとでまあもう中,中高になってくるともうかなりあのヘビーだからもう早くあの修正ともうそこはもう根気よくやるしかないんだけどできることだったらそうなる前に小学生の間にやっぱりこうチェックとかそういうのはして対策はして 置いた方がいいよと、えー、いよとです、ね、まあうちの方にもね今全国からいろんな子がもう中末とかいろいろ来てくれるんで今度もあの次回も今回あの神奈川の子が来てくれたのかな体のチェックとかねそういうの機能とかいろいろご相談でねで次はねこの,の千葉の子が来ますよね千葉からも来るし。<laughs> いろんなとこからね、ちょっといろいろ来てくれて、この間の練習会もね、えっと、新潟から来て、福井県から来て、で、っていうような感じで、いろんなとこから来てくれてるから、まあ、ぜひねあの、よろしければあの、ちょっと来てもらえれば、まあ、いろんな話とかね、そこからも聞けると思うし、あの話せると思うし、えー、取り組んでもらえばいいんじゃないかなと思いますね。ままあもう1回話をと、まま、とめると もう一回話をまとめると,、えー、とまずその内からそんなのよりもまず体の機能面のとこからちょっと見ていってで骨格的にちょっと問題がないかをちょっと一回調べてもらって取り掛かった方がいいですよで姿勢っていうのはもう本当にもうずっとついて回るからあそこだけ何度か確認してやらないとでそれが体の中のねこのなんていうかな、ね、骨と骨の動きこれリズムっていうね、えー、部分になりますで、ね、リズム改善するっていうねそういうような あのメニューもねあるのでまあよかったらまた資料出しておくんで一回見てもらったらいいんじゃないのかなというふうには思いますねええー、というわけで皆さん頑張ってください